国海神は SVG で表示淡島神は日本の民間信仰の神である。和歌山県和歌山市下田の淡島神社を総本社とする全国の淡島神社や淡路神社の祭神であるが多くの神社では明治の神仏分離などにより少なび粉の,の神道に置き換えられている。淡島神を祀る淡島堂という寺も各地にある。婦人病治癒をはじめとして安山、小佐漬け。 裁縫の上達、人形供養など、女性に関するあらゆることに、霊言のある神とされ、江戸時代には、淡島元人と呼ばれる人々が、淡島神の人形を祀った図紙を背負い、淡島明神の神徳を説いて回ったことから信仰が、全国に広がった。淡島神の本体については、以下のように様々な伝承がある。少なびこなの人とする説。少なびこなの人が 医薬の神とされていることや、古事記や、法規国風土記に、国づくりを終えた少なびコナの神が、阿島から、常世の国へ渡っていったとする記述があることによる。片阿淡島神社をはじめとする多くの阿島神社が、この説をとっており、祭神を、少なびコナの神、及び、共に、出雲の国づくりをした、大国主神としている。 イザナギの人とイザナミの人が国生みを行った際に、両神の二番目の子として、淡島が登場する。しかし、最初の子であるヒルコ神と、同じく、フグの子であったために足舟に乗せて流され、この数には数えないとしている。住吉明王みの子神であるとする説。淡島神は、天照大神の六番目のお子神で、住吉明王みに嫁いだが、 婦人病にかかったことにより、淡島に流されてしまったため、そこで婦人病の人々を救うという誓いを立てたという。これは、和歌山市家田と対岸の友ヶ島が、住吉神社の車両であったことから後世に不快されたものと考えられる。バーリサイ助説。第三の説とも関係するが、離族にバーリサイ助は16歳の3月3日に葉を染めて、 住吉明神に嫁いだが、その後婦人病を患ったために、夫婦の中に触りを来たすことを嘆き、片城を作ってその触りを除いたといい、片の泡島神社に女子から人形が奉納されるのはそれによるという。なお、同盟の神女に話うねめがおり、その話うねめは、小図天皇の鋼神とされている。二番目と三番目の説は、船に乗せて流されたという点が共通し、 一番目の説も、少なびこなの人が船に乗って、海の彼方から来たと伝えられるので、船でやってくるという点は、共通している。また三番目と四番目の説は、女神で、婦人病に神言ありという点が共通し、淡島神は女神だから、女性を守るという信仰も根強い。ただ、かだは島神社では、神宮皇后が祀られており、神宮皇后自体にも、 安山や病気併与のご利益があるため、一番目の説が、小神だから、女性を守らないということにはならない。戦争時、淡島道層本社である淡島神社をはじめ、淡島神を祀る各地の神社は多く、淡島神社や淡島神社を称している。また、下記は、少なびこなの神を祀る淡島道が存在する、寺院である。ありがとうございます。